文化放放送送送から生放送でおおりりしております田村敦のニュースクラブここからはゲストコーナー今週のすごい人本日のゲストは夫婦問題カウンセラーの高草木春美さんですよろしくお願いしますよろししくお願いしますでは、えー、高草木さんのプロフィールの紹介さきさんお願いしますはい高草木さんは春カウンセリングオフィス代表でいらっしゃいます自身が経験した離婚危機を踏まえて幸せな結婚生活を研究これまでおよそ1万件のカウンセリングを行い 夫婦問題家族問題などで悩む人の心に寄り添いながら解決に向けた支援をしていらっしゃいます、うん、これまでお書きになった本になぜ夫は何もしないのかなぜ妻は理由もなく怒るのかがあります <laughs> そして今回新刊本音がわかる妻言葉聴訳辞典を発売されました、えー、すごいあれ興味深いですね。そうですね <laughs> 妻の本音に迫るっていうね <laughs> 今日この本 読めば、うん、だ奥さんの言葉がこういう意味なんですよっていうのは分かるってことですね。辞書ですからね。こういう言葉は実はこういうことを訴えているんだってことが分かるってことでしょで、ね、この夫婦問題カウンセラーっていうのはどういうお仕事になるんですか。うん、はいあの夫婦とか家族とかそういった方があの持ってるお悩みにあの解決のお手伝いをさせていただいてるんですね。うん、でそのまあ相談内容によっては うん、こう作戦を立てたりとか戦略練ったりとか、うん、そういったこともありますし、<ー>あとはその、うん、やっぱりメンタル的に参っている方も多いので、うん、そういった方のメンタルケアなんかもさせていただいたりしてます。うん、どどちらの相談が多いんですか、その旦那さんの方なのか、うん、そのお奥さん側の方なのか、はい。あ、よく聞かれます。はい、今半々ぐらいなんですよ。半々はい。あの月にしてみたら男性の方が断然多い月もあります。へー。 だからもうその男性女性によってその悩みの種類みたいなのが全然違うんですか、うん、似てるんですか似てますけども、うん、あの例えばその離婚 したいって言われたとか、うん、もしくは自分が離婚したいからどういう風にこう、うん、進めていったらいいかとか、あとはその不倫問題ですね。うん、不倫をしてるようだとか。うんうん、そっかそういう問題も相談ごとで来るんですか。はい、ありますあります。めちゃくちゃ困らないですか。不倫してるようだってなった時には、うんうん、なんか実際証拠があるんですかとかなんかそういうことなんですか。そうですね。<ー>してるようだっていう人はまあ まだ曖昧な感じなんでしょうね。うん、うん、してるんですっていう方ももちろんこうちょっと証拠らし証拠があってっていう人も来られる方もいらっしゃる、はいはい、います。うん、そういった方によってはその相談のあのアドバイスであるとか、うん、それも違ってきますし、う,すね、うん、あとはえっ、ー、とまあちょっと夫婦関係が悪くて修復したい、うん、修復の人が結構多いんですよ。そのい離あの不倫をしたからって別れたいとかではなくてでも修復したいっていう風なうん、うん 全体的には修復したい人の方が多いですね多いですか、はいえー、も,もともとこの夫婦問題カウンセラーっていうものを始めようと思ったきっかけは何だったんでそれはですね自分が夫婦問題を、えー、経験したからです、えー、自分があの結婚当初に、えー、ちょっとの 離婚ままで考えたようなことがありましていろいろそれまでバリバリいろいろ仕事してたんですけども家庭に入ってでちょっとこう束縛的なことを感じて、うん、すごく窮屈になっちゃって、うん、でそれでなんかこうやはりうまくいかなくなって。 別居したりとかした時期もありました。<ー>うん、その時期に、えっ、ー、と、いろいろネットサーフィンして、うん、で、離婚カウンセラーとか、うんえー、夫婦問題カウンセラーっていうふうに言われている。その、えー、養成講座みたいのがあるんですね、民間の。うんうん、そちらの方に通って、うん、それであのー、まあ資格を取って今に至るっていう感じす。すごいですね。自分が問題を抱えている時に。うんはい ここれを学んじゃおうって思ったってて思たとですよね,、うんすねうん、自分がどうにかしないとっていう感じでまずはちょっと学んだ感じなんですけども、うん、結果的にえこれもうちょっとあのこう世間の人に悩んでる人多いだろうし、うんえー、そういった人のなんか助けにならないかなっていうふうなところからあの皆さんの力になろうっていうふうな形で始めました。夫婦問題カウンセラーってねなんか 自分が悩んでる時にこ学ぶことで気づきがあって、うんうん、で自分のことも解決しちゃったってことでしょそうですねすねごいとりあえずは言ってし本当によかったです、ね、言って。だからこそご自身の体験も踏まえて、うん、いろんな方のこう相談にも乗れるっていう,そうです、ね、ことですもんね、うん、なるほどね。 まあ詳しくはあの2時の時報明けにねしっかりとお話を伺いたいと思います今日一応淳、まあ、さん位にもなりますけど、まあ、皆さんに位もですけどこうクイズを出しながら「えこれどうでしょうか?」みたいな妻の妻のこの言葉はどういう意味でしょうかっていうそのまま受け取れないってことよねだからそうですね、うん、裏にどういう意図があるかってことを一応ピンポンとブーの「 音は用意してます、ね。なるほど。答えたいと思います。しっかり。<laughs> はい、<laughs> えー、皆さんから質問もお待ちしています。<laughs> メールアドレスはアルファベットすべて小文字で <laughs> ニュースクラブアットマーク jocr.net。n e w s c l u b アットマーク jocr.net。ファックス番号はゼロ三五四ゼロ三一一五一です。あなたからのご意見お待ちしております。ではリクエスト曲いただきたいと思いますが、何しましょうか。 はい JUJU、えー、ジュジュさんのラストシーンお願いしますこれ選んだ理由はあの,この曲の歌詞の中にあの「心を震わせていきたい」っていうあの言葉があるんですけども、うん、そのご相談にいらっしゃる方も似たような言葉を発することが多々あるんですよね。うんうん、で やはりこの曲はその女性の強さとかあの弱さとか諦めとかなんかそうさまざまなこの思いが込められてるっていう風に思ったので選んでみました。うん、なるほど。皆、はい、さんお聞きください。F.M. 九一六 A.M. 一一三四ラジコでも聞けます。文化放送田村厚志のニュースクラブゲスト夫婦問題カウンセラーの高草木春美さんとお送りしております。はいメールご紹介します。こちら文京区の瀬戸際の公務員さん、五十九歳男性の方です。えー、妻から a と b どっちがいいと質問されたらどう答えればいいんでしょうか。<laughs> なぜこの質問をするか、私が a と答えると、妻はなんで a なのと言います。うん、b と答えると、妻はなんで b なのとなります。<laughs> 正解を教えてください。いかがでしょう。<laughs> うん、これはあのよく聞かれるパターンなんですけども。うん、えっと、この方は a か b を答えちゃってますよね。うん、で、まず、その。 答えてはいいけないんだそうなな系んんでですすよそう、うん、A と B どっちがいいって聞かれてもその通り質問のまま答えちゃいけなくて、うん、あのこの方の場合あの A というとなんで A なのって言われる、うんうん、で B というとなんで B なのって言われる、うんうん、そういう面倒くさいことになるので、うん、だからあの、まあ、正解というか理想的な答えとしては、うん、A もいいよね B も似合うよねどっちもいいよね <laughs> 迷うよね <laughs> っていう,う共感だそうですおっしゃる通り<ー>もうそれにとどめておく方が、うんうん、無難というか理想ですなるほどねこういう感じで二次代やっいいいます共感してください皆さん田村敦史のニュースクラブ今週のすごい人今日はゲストに夫婦問題カウンセラーの高草木晴美さんをお迎えしておりますここからは高草木さんがお書きになった本本音がわかる妻言葉聴訳辞典 についてお話をお聞きしたいと思います。はい、この本では妻が発する言葉の意味をわかりやすく解説し、言葉の裏に隠された本音を紹介。うん、夫の理想的な返答の仕方も合わせて紹介しています。え、理想的な返答。はい。はあ、夫のモヤモヤを解消するだけでなく、妻のイライラも解消する、うん、夫婦のための一冊となっています。なるほど。これこの妻言葉っていうなんか。 すごいいい言葉ですよね。うん、なんか妻言葉っていう。あ,ありがとうございます、うん。だから普通の言葉じゃなくて、その奥さんから発してる言葉はまた特別な意味があるんだよっていうことを強調するための妻言葉ですよね。うん、はい。うん、いいタイトルですけども、妻言葉っていうのは普段からそのカウンセリングしてる時からこう使ってる言葉なんですか。いや、この言葉はあのう、ー、んあの編集者さんと一緒に。 考えた言葉です。はい、何が刺さるのかなってことですよね。うんそうですね。ただ本当にあの日常的に使っている言葉なんですよね。うん、ほとんどでも、あのだからこそ、あのちょっと聞き流してしまったりとかそういったことが多いので、うん、いかにその日常をさらりと妻から出た言葉の。その裏側にはそのこういった本音が本当は隠されているんだよ。というのを、ちょっとあの皆さんに知っていただきたくて書かせていただきました。で、短い言葉です。げえ入ってくるよね。妻言葉。<laughs> っていう刺す言葉の意味がすごいよくわかりますよねうん、うん。わかる。うん、で今回このテーマで本を書こうと思ったのはどういった行き詰りなんですか。えっとこれまで1万人の人たちをあのカウンセリングさせていただいたんですけども、うん、やっぱりあの日々感じるのが夫婦そのい結婚1年目だろうが20年目だろうが、うん、あの全くお互いを知らないなっていうふうなことはつくづく。 感じるんですよね、うん、でその要するにあ、ね、価値観をなんかこうすり合わせていないというか、うん、そのためにお互いを知らないからお互いが好きな言葉とかやってほしいこととか望んでいることとかもしくは嫌いなこととかが全然分からなくて、えー、正反対のことしてしまったりとか、うん、そこからすれ違いが生まれるということが多いので、うん、だからこそその言葉自体を うん同じ言葉なんだけども片方はこう捉えて片方はこう捉えちゃうみたいなのがあるので、うん、それが当たり前なんですがそこをすり合わせましょうというところであ<ー>、うん、書いてみました。いすっごいわかりますねその同じ言葉なんだけど人によって受け取り方が立場とかで全然変わってくるということですよね状況とか、はい、そうなんです。あー これだから妻言葉今からみんなとねリスナーのみんなと学んでいきますけど、はい、これ上司言葉とか部下言葉とかにも<ー>なっていきそうですよね。だって立場によって言葉遣いが違うからまたそっちの方もねぜひそううですすねあ,、うん、ありがとうございいますヒントをいた是非。<laughs> <laughs> さあじゃあここから、えー、淳さんに妻言葉を出題いたします。うん、はい えー、パートナーのシーンを読み取った上で、どう返答するのが正解なのかにチャレンジをしていただきます、うん。いや、じ自信、あんまりないですけど、正樹さんどうですか、自信ありますか。いやー、どうですから、ね、でも、私も結構ひねくれてる方なので。<laughs> うん、<laughs> 気持ちいい返答を出してほしいなと期待してます。わ、気持ちいい返答。気持ちいい返答。<laughs> はい。 一応正解不正解の判定は高草木さんにジャッジをしていただくんですけど参りますかやりますかやりましょすかもうあのスタンバイしてらっしゃる金文はスタンバイしてらっしゃいますでは一問目まいります。とパートナーに言われたらなんと返答するのがいいんでしょうか えー、でも実際言ってるやつがありますね。うん、え大丈夫台風近づいてんのかなとか気,気圧気圧かなみたいなことは言いますね。どうですか。悩んでますね。悩んでますああ。ブーなんですね。惜しいんですか。惜しいなあの確かここはなんかあの期待してたんですけども皆さんね。はい もちろんそれ大丈夫はすすごくいいいと思まやっぱり心配して女性ってやっぱり心配してほしい声かけてほしいというそういった心理状態ありますからただ気圧まあそうかもねって気圧のせいかなそうかもね」で終わるかもしれないけどもできたらですねもうちょっと食欲あるとか踏み込んででねねそうす食べられもあったら買ってくるよとか俺が作るよとかそういった 漢字系の方がもっと理想的かなとは思います、ねはい、もっと寄り添えるのにそうですねだから本当は三角が良かったんですけどな,、ね、な,かなかったので部になっちゃいましたまさきさんもなんか表情が曇ってる <laughs> なんでそんな言い方するんだよみたいな感じなんですかね <laughs> <laughs> はいい足りないなっって思っちゃうもちろん心配はすごく欲しいんですが、うんうん、家事育児とかは私は変わってほしいんですそんな時でも私やらなきゃいけないのってやっぱり思うので,、うん、そそうでやるけどねその気圧のあれかなって言いながら全然僕は <laughs> あの洗い物とか全然やれちゃうんで <laughs> やれちゃうとかやらしてしいうしか <laughs> <laughs> 頭が痛いっていう、うん、この,あの言葉の心理は何なんですかああうーん あのそうですね頭が痛いっていうのはまあガンがんほに痛かったらちょっと大変なんでしょうけども、うん、なんかちょっと疲れたな調子悪いなっていう意味で、うん、本当になんかあのこんな時でも言葉を発してるのに、うん、先ほどおっしゃってたように、うん、家事をやらなきゃなんないの私が作らなきゃならないの洗濯も山盛りだけど私がやらなきゃならないのあなた どうするつもりっていうような感情を投げかけている,る、ね、ちょっとこの圧というかプレッシャーというか、うん、そういったことが本音としては多いですよねやっぱりいたわりの言葉をかけてほしいっていうのが一番です。 病院行ってくればとか早く寝ろうとか、うん、そういう風うに言いがちなんですよでもしくはあのなんか俺も痛いんだよね頭がみたいなかぶせてくる人は結構多いです <laughs> い最悪ですね <laughs> 俺も痛いんだよな <laughs> も <laughs> 俺も痛いんだよなはダメな, <laughs> ダ,メな、ね、ダメです、うん、その痛かったとしてもそう言っちゃダメなってことですよねす痛かったとしてもちょっとそれはもう、うんうん、一生言われるかもしれないです、ね、ええー、それぐらい残っちゃう <laughs> それぐらい残りますあ,あの時 私が頭痛いって言ったら「あんた自分も痛いって言ったわよね」っていうのが残っちゃう<笑><笑>うちの夫はそういうふうに言うやつだっていうふうに、うん、もう周りにもちょっと「えいいよ」じゃあ模範解答としては「大丈夫?その」うん「いいよあとのこと俺やっとくから、うんみみ」みたいなのがいいんですか あの、分かってくれて、全部やろうとしてくれてるって、で、そういう風うに言ってくれたら安心して、うん、大丈夫、私やるからっていう風うになる場合も多かったりするんですよ。うん。その言葉が出るか、寄り添う言葉とか姿勢とかが出てくるかっていうところを、<ー>うん、確かめたいんです。そうね。だって、かなちゃんは。 気圧のことが聞きたいわけじゃないみたいな。田村家ね。田村家はね。毎回気圧だねとか台風来てるらしいよとか言っちゃうからな。それ全然寄り添ってない。全員が首振ってもうそれやめて。正解の時もねあるでしょうけどね。本当に気圧の時も。まあるんだろうけどでもそういうことじゃないってことですよね。裏に隠されてる意味合いを感じ取れってことでしょそうなんです。正解を言えばいいってものじゃないし正論を言えばいいってものでもないんです。 うんそうそう正論言いがちだよねえ大丈夫できてるいやこのね頭が痛いは私も何回も聞いてきましたけどそれなんて答えてるもう十何年学んだ結果なんか買って帰ろうかって正解してた正解してた正解してたなんか買って帰ろうか買って帰ろうか正解してたやったあすごい自然と自然と素晴らしいですねうん さあ続いて,続いてドキドキしますいろいろ1問目からくじけちゃったので 2>,、はいえー、2問目まいりますとかかかんとかとーパートナーに言われたらなんと返答しますかこれはよく帰ったらもう娘2人とこう、うん、かなちゃんがもう一斉に喋りだすんですよ、うん、聞いて聞いてが。<laughs> でもちゃんと順番に僕はこれ聞くようにしてて聞いてる時は「うんうんえー、なるほどそうなんだ」っていう,うん、うん、もう共感もうほとんど話聞いてないですよなんか長いし長いしって言っちゃって。<laughs> <laughs> でなんか要約もされてないけど、うん、でもなんかこれはもうとめどなく話してる時はずっと「うんうん、え」って関心があるように 相槌を打ってますねああよかった正解した素晴らしいです、ね、でも今ラジオ聞いてる可能性もあるからねでまあまあちゃんと聞いてくれてるからこそまた聞いて聞いて、うんうん、あでもこれ僕のテクニックとしてはちゃんとなんか聞いてるかどうかわかんないじゃないですか、うん、相槌だけだったら、うん、だから彼女にとってのなんかキラーワードというか、うん、それを復唱するようにはしてます、はい、でその方がこっちも話が入ってくるんだよ、うんうん うん、よ,よううくししていくといいと、うん、素晴らしいですね、うん、そうするとやっぱり聞いてもらえてるっていう感じもあるしそこで淳さんのご本にもあったけども質問するというね質問してえてそれであの何々はどうしたのとか、うん、そういう質問も入れたりすると、うん、やっぱりあ私の話聞いてもらってるっていうのがあるので、うんうん、すごくいいと思います。<通>いい話だけじゃなくてその ちょっとネガティブな話の時もありますからね。はい、聞いて聞いては。一応の正解としてはどうした何か楽しいことがあったとか何何聞く聞くみたいなこと聞く姿勢を出すっていうことですね。うん、聞いて聞いてに対しては聞く姿勢を見せるんですよっていう。そうですね。はいそうで、ん、す。これも娘がどんなに喋ってても今はママの時間とかってちゃんと言うようにしてる、うん、ああその、うん、平等的な感じで、はい、そのね対等でいいと思います。はい。 この聞いて聞いてっていう時の,この心理としてはどういううい心理なんでしょう、うん、やっぱりその何,何が何でもやっぱり夫婦であるからには味方だというふうに思っていますから共感してほしいこの私の話を聞いてほしい全面的に受けて受け入れてほしいという心理が働いてるんでそれを受けてくれるとやっぱり。 うん妻としてはこの精神安定剤的な役割になりますからあやっぱりこの人といてよかったっていうふうには思ってもらいやすくはなりますね。うんダメ回答みたいなあるんですかここの聞いて聞いて今日ねみたいな走り出したあの落ちは何とかわあ最悪オチを求める人とかいるんですかあとあ結論から言ってくれるとか最悪 それはですね割とよく私の知り合いの男性が言ってたのが「あるんだよなこれ言っちゃうんだよな」って言ってたのが「疲れてるからあとで聞くよ」っていう。わそれは言ったことないなそれないでしょそれさすがに。だって「頭痛い」って言われて「何か買って帰ろうか」って言える人だからそれはないよね。そうですねこれはいやさすがにんか危ない橋だなっなんかりますね。で落とかって す,すごいもうだって悪化するの分かってる言葉だよねそうですね、うん、すどうですかまさきさんそうでもねそれって結構よくありますその やっぱりビジネスしてる男性だからこそやっぱりその建設的な話だとかあの話の面白さとか要点とかやっぱ求めてくるのででも女性って否定もいらないし意見もしてほしくなくって、うん、そうだねそうだねって聞いてほしいだけなんですよ、うん、でも言わなきゃよかったっていうやっぱ不満を言ってる女性もいるしその上で聞いたとしても後でうちの奥さん本当にしょうもない話をするんだよねって愚痴を別のとこにしていれば、うん、それが耳に入ればもうこの人に言うことやめようってやっぱりなるし。うん <laughs> そうなん という、やっぱすれ違いがきかれてたら。すライン、ラインきてないかな。ライン来てないな。さあ、じゃあ、三問目、はい、参りたいと思います。まあ、これちょっと、あの、さっき時報の前の、メール、ちょっと近い部分はあるかもしれないですけど。三問目です。はい、夕飯、何食べたい、とパートナーに言われたら。 何でもいいは絶対ダメよ。ねで佳ナちゃんはあんまり聞いてこないけど聞いてきたとしたら僕は「油淋鶏」って言うようにしてるんですよ。<laughs> 聞いてきたら。<laughs> うん、その佳奈ちゃんが作った思い出の一番最初に作ってくれた料理が油淋鶏でその油淋鶏がめちゃめちゃうまいんですよ。うん、だから何<ー>か聞かれた油淋鶏あの時の油淋鶏っていうようにしてます。<laughs> どうですかどうですか 微妙。ブーさんだ。<ー>ええー、あの、あ、んーブーと間また。また三角。<ー>三角。多いね、うん、俺。えっ、ー、とすごくそのやっぱりさっきおっしゃってたのが何でもいいよとか、うん、簡単なものでいいよとか、うん、それはなるべく避けた方がいい言葉です。ですね、はい。で、あのできればそのユーリンチとか、うん、あのー。 はっきり言ってもらった方がいいです。具体的にはい具体的にそうです。で、ただ、その遊園地の材料がない時とか、<laughs> あのかなちゃんが疲れてて <laughs>、うん、はあって座る間もなく <laughs> 何食べたい？って言った時に。うん ユーリンチって言ってパパってできちゃうものだったらいいんだけども結構本腰入れないといけないですよねだからそうそう状況に合わせてリクエストした方がいいかもしれないですねんか牛肉の赤ワイン煮込みとか言われてもえっってなる場合もあるんですよと ちょっっとと相手が大変だってことですね,確かにね肉系がいいとかあの魚系がいいとか、うん、さっぱり系がいいにとどめておいた方が、うん、奥さんが「じゃあなあ,のあれがあるから何、ね、にしようかな」って頭の中でそそうううかか構築できちゃ一応こう台本上の正解はあのここまでいったらもう100点すぎるんでしょうけど、うんえー「今日は僕が何か作ろうか?」とか「うん、それとも外に食べに行く」とか、うん、あとは「 ええ何でも美味しいけど今日はさっぱり系の気分かな。うわ素敵だね。余裕があるね。何ユーリンチって言っちゃってるよ。そうだすぐ作れねえよユーリンチ具体的なのはいいです。具体的なのはいいです。この夕飯何食べたいのこう裏にあるこう心理っていうのは妻言葉としてはどうなんでしょうか。妻の立場から言うとやっぱり毎日毎日毎日のことなので。うん。 かなり考えるのが面倒になっているっていうのは正直なところみんな奥さんに聞くとあるんですよね、うんうん、だからできればなんか具体的に言ってもらった方が助かるという心理があります、うんうん、かといって先ほど言ったように材料が全然ないし時間も一時間以上かかるものをリクエストされてもねリクはかかるよねそれがありますよねなるほど、うん、まさきさんもすごいうなずいてる <laughs> 私はね結構ほんと作りたくない日にも聞いちゃったりするので,、うん、でそこをちょっと汲み取ってほしいなって腹で期待してるってちょっと性格悪いですよね。作りたくない けど、今日何する？<う>って言った時のだから、えっ、ー、と。じゃあ外になんか食べに行くっていうのが一番いい回答になるんですよね。まず大正解。正っやっぱだから、そのやっぱり自分を楽にするように持って,ってってくれるっていう意味で理解してくれるっていう。別に全然作ってもいいんだけど、うんうん、そういう風うに理解して、あの軽くしようとしてくれるってことに気持ちが満たされるので、うん、実際作ってもいいんだけど、やっぱそこのまずそこを私は救ってほしいっていう。ちょっと性格悪い。ごめんなさい。 いやでも悪くないですよねそういうふうに思ってる奥さん多くってだからこそのこのここに書いてある理想的な正解としてはあ,のあれですよねなんか今日は僕が作ろうかとか食べに行っちゃうみたいなことの方が奥さんとしては助かるっていう感じなんですね。最初から あの外で食べたいって言った方が楽だなって思っちゃいけないんですね。そうね、そう思ってんだったら、最初からそれ言ってくれればいいのにはダメですよね。汲み取るんだから、汲み取ってほしくて言ってんだから。何をそんな、その正解から入れみたいな合理性じゃないですよね。そうなんです。そのいかにその妻の気持ちになって想像するかです。想像力ってかなり夫婦関係で大事だと思うんですよ。確かに。なんで今。 この言葉を発信しているのか、うん、想像を働かせてほしい。はい、うんうん。なるほど、ちょっとなんか感覚がつかん。<laughs> ね、よかったです <laughs>、はい。じゃ、次まいります。四、うん、問目です。えー、今、どこにいるの?。とパートナーに言われたら、なんと。返答しますか?うん。あ、でも。聞かれたことはあるな。え、なんで?。 って言ってたけど、それが違うのは分かってます。えなんで？ねやなんか頼み事があるのかなとか、なんか俺のちか近くにいたらなんか合流したいのかなのえなんでだったけど、今どこにいるのって聞かれたら、えっとまず正直に場所を言います。今どこどこにいるよ。どうでしょうか。ああ正解です。それはそうよね。まずはその嘘をついちゃえ いいいいいけななとうかかつがですよねどこどこにいるよなんでだったらその後にに何でだったらやっぱりもっと理想的なのはでもこのシチュエーションがですね「どこにいるの?」っていうまでの会話が成り立つまでのシチュエーションって割とんか連絡するのにするって言ったのにしてないけどどういうことどこにいるのみたいな感じだったりとかそういうシーンが多いんですよね。 であの入ってくる早く帰ってくるって言ったのになんで帰ってこないの今どこにいるのって LINE が来たりとか電話が来たりとかだからあのそんな何もない時にどこにいるのってあんまり来ないと思うんですよ、ねうん、連絡って、うんうん。何か用事があったり何か連絡くれるって言ってたのに、うん、くれないから奥さんがどこにいるのってシチュエーションだったりすると思うんですよね。 なんかそれに関しては対してはやっぱりあ心配かけちゃってごめんねっていう最初にちょっと一言入れてから、うん、今どこどこだからあの何分ぐらいで着くから、うん、つけるよみたいな感じの、うん、安心させる言言葉を言ってあげるのが一番いいでしょうねなるほどそっか今どこにいるのって聞いてくるってことは、うん、何かしらの前提条件が約束をしてたとかなんか。うん 戻ってくる予定だったのに家にいないとか、はいはい、なんかあるからこの質問が来てるってことですよね。うんうん、そうなんです。それが多いと思うんですよね。うんうん、まあ人によっては違うと思うんですけども、うん。うん、なるほどね。はい、まあいわゆるこう連絡の一本くらい、うん、いうんうん入れたらどうなのっていうそういう言葉が裏に隠れているっていうことですね。そうですそうそうです。

でも、そ、その想像力を働かせたくて。あの、奥さんに対して、正解の答えを出したいんだけど。それでも、あの、うまく、その思考が働かない男性もいると思うんですよね。多いですね。ねだから、本を読んで学べばいいんですよね。うん、そういう人は。そうです。はい。そ,うその通りです。最後に、誰でもできる、うん、それだけ覚えとけっていう。言葉があるそうです。うんうん、はい。ちょっと、教えていただけますでしょうか。はい。はい、えっとですね、あのー。 それだけ覚えておけって言って、うん、あのそうで始まる言葉なんですよね、うんはい、えー、例えばそうそう、うん、そうだね、うん、そうしようそうなんだ、うん、それいいね、はい、それは知らなかった、はい それからどうしたの？そんなことがあったんだという八個なんですけども、全部覚えるのは大変でしょうから、だいたいあの共感の言葉っていうのはそから始まるよっていうのをちょっとね、あの二つでも三つでも覚えていただけたらなっていうふうに思います。これは結構使ってますね、俺は。素晴らしい。うん、そうそうそうなんだとか、うん、じゃあそうしようかとか、うん、だから。 すごい、できてる。素晴らしい <laughs>。うん、それがきてきましたね。すごい、でも、そっから始まる言葉を、ね、皆さん心がけるだけで。全然変わってくるなって、今感じましたね。ぜひ、改めて。はい、このいろんな言葉が。ね。<laughs> っしっかり、ちょっと熟読しよう。熟読してください。ね。んなんか、こう。なんですかね。 もう自由になりたいとか、なんか、それ言われたら、大事なことだね。それはもう、あれでしょ結構、問題あり。問題の問題ある時ですよね。そうか、限界発言系、妻言葉って、その、ジャンルに分かれてんだ。 こう言葉の意味がそれぞれ跳躍として載っておりますので「高え高草木る美さんがお書きになった本 <laughs> 本音がわかる妻言葉跳躍辞典」は青春出版社から発売中ですわこれ第3章の「スルーする」と「危険系妻言葉」っていうのは絶対読んどいた方がいいよみんな。<laughs> <laughs> ぜひね皆さん手に取っていただきたいなと思います。<laughs> では最後にリクエスト曲頂い,いてお別れですが何しましょうか この曲を選んだ理由は、はい、人生100年時代っていうふうに言われてましてね、うん、やっぱりあのこれからの長い夫婦生活を二人で力を合わせて乗り越えていきましょうっていうメッセージを込めて選ばせていたちょっとねお互いのパー,トナーパートナーのことをちょっと想像しながらそうです、ね、曲を聴いてみてください。夫婦問題カウンセラーの 高草木晴美さんでしたありがとうございましたありがとうございました東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活今日は月1企画のこちらですアディーレさんいらっしゃい さあ全国各地に事務所があるアディーレ法律事務所で働く弁護士の方にこの番組に生出演していただいています、うん、アディーレさんいらっしゃい今日は池袋本店から橋雄介さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします橋さんは専門がインターネット権利侵害だ、はいうん、すごい発信者情報開示請求とか 誹謗中傷などに対するご相談専門でいらっしゃる。すごい大変ですよね。でも本当に大変なんです。いろいろとやり取りが何往復もして、はい、ようやく情報開示請求ってできるんですよね。はい、そうだからもうプロじゃないとできないと思うんですよ。でも今増えてますか。増えてます、ね。情報開示請求、はいうん。で、ものすごく効果がありますもんね。やっぱり。そうですね。はい。 僕も全然ななくりましたよ自分で情報開示請求かけたら僕に対しての誹謗中傷もう激減ですよ。やっぱりり抑止力があます時々ここのリスナーもすごいひどい口の聞き方で X でポストする人たちいるんですけどなんかギリギリのラインだからちょっとまだね情報開示請求かけられないですけどいつかかけてやろうと思いながら聞いてますけどね見てますけどね。さあ今日は橋悠介さんにお越しいただきましたが今日のメッセージは淳さんに相談 相談したい夫婦の悩みということで、まあ、リスナーの皆さんからの悩みはこの後紹介するんですけど、うんまあ、せっかくですので、はい、まずあの橋さんの淳さんに相談したい夫婦の悩みから。 うん、何かかありますかりますか、はい、そうですねあの今年結婚したんですけども結構その平日の時間が合わないというか妻の方が結構早めに出社して早めに退勤してっていう体形なんですけども私は遅めに出て遅めに帰るっていう形なんで、うん、もう帰ると寝てるんですよ、ね。はいはい ななのでで結構平日は顔を合わせるタイミングがなくてですね、うん、まあ今のところそ,のそんなになんか夫婦に亀裂が入ってとかないんですけど、ね、今後そのすれ違いがあの問題にならないかっていうのはちょっとあの気になってます。でもそれはやっぱり夫婦の会話の時間はね、はい、必ず取った方がいいので、うん、僕はあの極力時間を妻に合わせてうんかなちゃんに合わせて話の時間を取る。はい、だけどどうしててても家帰って寝てる場合は 何かあのホワイトボードを置いてるんですけど、えー、ホワイトボードにも走り書きでいいんでなんか今日こんなことあったとかこんな悩みがあるとかこんな時間が欲しいとかなんかそういうの書くようにしてますて、はい、いいですねホワイトボードがあるという最初は娘のように書いてたんですけど<ー>でもこれは家族に対してメッセージがいいなと思ってママ A とか,、うんはい、かカナ A とかって書くようにしてますね、えー、ぜひ ぜひ <laughs> <laughs> いいアドバイスでしょさっき高草木さんに会ったばっかりなんで <laughs> <laughs> 感化されて <laughs> 感化されて。<laughs> さあではこの状態でリスナーの皆さんの悩みにも答えていただきたいと思います、はい、まあ正きさんからもぜひ何かあればアドバイスをはいわかりました、はいえー、こちら栃木県日光市ラジオネーム削り節さんです男性の方、えー、うちの妻との夫婦生活が経つにつれて ドキドキすることがなくなりました。うん、お互いに恥じらいすらありません。うん、夫婦にと夫婦であっても、親しき仲にも礼儀ありだと思っています。どうすれば恋人同士だった頃の刺激を取り戻せるでしょうか。ぜひ厚淳さんからアドバイスしていただけたら嬉しいです。ドキドキ。ドキドキ。まあ、なくなってて正解というか、うん、そのなんていうの、その恋愛のドキドキから、その家族愛に。 変わっていくのはもうそれ仕方ないじゃんね。うんうん、だけどやっぱりキッスだと思います。<laughs> キッスですか？時々僕もやっぱりキッスはしますね <laughs>。そうなんですね。でも娘に言われてパパとママキスするとこ見たいって言われて、うん、で僕はもうその躊躇なくこうえー、見たいのっつって久しぶりにキスする。<laughs> で,す<か>でもやっぱりいい表情してましたね。 かな,かなちゃんも、<ー>うん、だから時々キッスはやっぱり必要なんだなと思いましたよ。なるほど。キッスしてますか？あ、してます。いやそれだって新婚さんですもん、ね。まあそうよね。そ新婚さんです。うん、そのキッスをできるだけずっとやっぱでもいつかね薄れると思うんですよキッスする。 ことがなくなると思うんですけど、なんかあつ言ってたの時々キスする。あ、そうですね。それはね。自分から動いた方がいいですよ。向こうからキスしたいとは言ってこないからね。キスのこと俺ずっとキスって言ってるから。小さいつ。小さいつはどういう。で、なんかキスって言うと、なんか生々しくなるけど、キスっていうのが。 ちゃんとこのなんていうの言葉も柔らかいしね。キスはできないけどキスならできるってなんか不思議なちっちゃい奴に不思議な力があるよねっていうお話。キスしてる？キスしてないです、ね。キスしないよ。最後にいつしても全く覚えないです、ねえ。キスしないよ。今日だから帰ってさ久しぶりにキスでもするって,言って。<え> <laughs> 椅スだけなんだから <laughs> まあ家から出ていっちゃうかもしれない <laughs> <laughs> <laughs>、えー、東京都足立区ありえないエリア内さんです厚生、えー、さんに相談したい夫婦の悩み、えー、私の夫婦の悩みそれは妻の有言不実行です、うんえー、翌朝の朝食リクエストを聞くくせに、うん、朝になると帰られていたり、うん、休日のお出かけを約束しても午前中ゴロゴロしてるとやっぱりイヤやとドタキャンしたりと 一度言った約束を守りません、うん、たまに私が言及しても口だけは達者なので言いまかされてしまいます、うん、約束を守ってもらうためにはどうしたらいいでしょうか約束を守るためにか、うん、守奥さんが守ってくれない,いでも守らせるって ちょっとあれじゃないですかそうですよねなんかおこがましいですよねそのどういう約束なのかですよねその本当に人として守らないといけない約束守ってて、うん、そうう日常のちょっとしたことだけちょっとルーズだったらまだ許せそうな気がしますけどね,、うん、ね朝食を作るっつって作ってないぐらい、うんうん、あ 俺作っといたようで、いいじゃん。ね、ねこれまあ、メニューが違うってことですね。リクエストを聞くけど。あ、メニューが違うの。違うぐらいですから、あ<ー>まあ、本当。あ、でも、これも美味しいねって言えばいいんじゃないの。うんうん、どうですか、正樹さん。うん、それ正解だと思う。お前 <laughs>、高草木さんみたいになってるから。<laughs> <laughs> ね、<laughs> じゃ、でも、やっぱり、その。 聞いたのと違うものを作った気分だったのかもしれないし時間がなかったのかもしれない材料がなかったのかもしれないし、うん、何かしら体調悪かったのかもしれないし、まあ、いろんなことも何かしら理由があるし、うん、そこを約束破ったってあんまり突き詰めてこられるとちょっと疲れちゃうかな私だったら。 守んないといけない感じではないですもんねということだそうです、はいえー、こちら卵大好きさん45歳、えー、山梨県の方です男性です、えー、妻は自分のことを名前では呼んでくれませんいつもねえとかねえねえとかで名前を呼ばれるのは年に何回か一時期俺の名前はねえじゃねえと怒ったことがあるんですが、うん、直してくれません ねえで反応してしまう自分も悪いんですが名前で呼んでもらう方法はあるでしょうか <laughs> 結婚生活そろそろ20年ですいやでも<え>もうずっと呼んでないとも、うん、きっかけがないよねそうですねもう照れはあると思いますよ言うしかなくないですか俺こうやって呼んでほしいんだけどって、うんうん、思い切って言うしかないですね,ね思い切ってね、はい、そんなに名前を呼ばれたいなら、うんうん、なんで待ってんだよっていうね 名前を呼ばれたい側がやっぱ動き出さなとね逆にこの「卵大好きさん」なんて呼んでるんですかねあ奥さんのこと俺は「かなちゃん」って呼んでるけど「かな」とかでも「かな」は俺のこと「ピピちゃん」って呼んでるかわいい熱ピッピから熱の方が取れちゃってピッピがピピになってだから「ピピちゃん」娘も「ピピちゃん」って時々呼んでるいじってんなお前 どうです正木さんこの呼ばれたいっていうのは何かやっぱ話し合いですよね <laughs> これもうんかなと思いますやっぱりお前とかなんかね、うん、女性も結構不満に思ったりっていうのはありますけれども、うん、やっぱり嫌だってあただねああのあの怒って言ってもやっぱりうまく話って進まないと思うので、うん、やっぱりね優しく。 コミュニケーションの中で言ってもらった方がまあうまくいきやすいのかなとは思いますねで20年の節目だから逆に言いやすくないですかこの20年を迎えた我々夫婦ちょっと呼び名を改めていかないかお互いにみたいななんて呼ばれたい俺はなんて呼ばれたいみたいなでこっから10年この呼び名で私たち夫婦は共に歩んでいこうあこれが100点じゃないですかどうですか橋さんいや 百点満点。百点かいとでました。はい。いただきました。ということで、お悩みはひとまず以上と。俺この資格取ろうかな。な、んか資格があんでしょそうですね。夫婦。夫婦問題。カウンセラー。日本に二0人ぐらい。日本に二千人ぐらいの。俺なろうかな。うん。まあ勉強はまた大変だよね。でも、ちょっとやってみたいと思います。はい。 でもねあつさんの本読んでいらっしゃってあつさんこうなんかできると思いますみたいな感じ言ってましたもんねもうそもそもそのコミュ力があるからあつさんはできそうだってたんで夫婦間カウンセラーちょっとやりたいと思いますあた新たな夢ができました100点回答ばっかり出すさ、でここからはあつしさんにおすすめしたいっていうものをあつさんにプレゼンしていただいて でそれはあのニュースクラブも X のアカウントにはすでにポストしてくださってますんで、はい、えー、厚いさんもし興味を持てばそれをリポストするという、なるほど、あの月一の企画がやってまいりました。はい、何ですか？すすすさあでは今回ののは橋さんが厚いさんにおすすめしたいものは何でしょうか？はい、書籍のダイウィズゼロです。うん、はい、これはおすすめにする理由は何でしょうか？はい、この本厚いさんご存知ですか？知ってます。タイトルだけは。はい、あ、本当ですか？はい これはですね「あの資産をゼロにして死になさい」という本で、うん、やっぱりみんな貯め込んじゃうんですよ。うんうん、で結局あの何千万とか残して使わないまま死んでしまうと、うん、じゃあその数千万何のために貯めてたんだというところで、うん、やっぱりその生前生きてるうちにあの使えることにたくさんお金を使ってあの自分の幸せのためにお金を使っていきましょうと、うん、そういうことをあの訴えているあの本です。なるほど いや僕もその遺書動画サービスとかやってるので何かこう残すものと残さないものみたいなのをすごい考えるのでこれは大共感ですね金なかなか手応えあるんじゃないかと思いますけど淳、はい、さんこちらをリポストしますかしませんか しますありがとうございます。これは大事なことですね。今までで一番あのはっきりとした大きなします。そうね、いや、はっきりとこうリポストしたいと思ったから。今までなんか微妙な感じ。なんとか乗り越えた感じ。これは超おすすめしたい、いろんな人に。ぜひこれも持って帰っていただいえ、いいんですか本いただいちゃったよ。すごい。わー。ダイ・ウィズ・ゼロ。ありがとうございます。 なんでタイトル。改めてね、改めて自分に言い聞かせよう。うん、いや、使い切ろう。はい。うん。ありがとうございました。はい。ありがとうございます。林さんでございましたが私の部活以上になります。では、はい、せっかくですので、曲紹介の方。よろしくお願いします。はい。ビルボードジャパンチャート、ホットアルバムス、今週の第一位。バンプオプチチキンのアルバムアイリスから、ストーベリー。 ありがとうございましたアデリア法律事務所池袋本店の橋祐介さんでした今話題のニュースを法律の観点から正木弁護士が解説するコーナーですではすなちゃんニュースお願いします堺の出来高払いは違法引っ越し作業員が提訴堺引越しセンターが引っ越し作業員に出来高払いの賃金制度を採用し残業代を安く抑えているのは労働基準法に違反するとして 退職者を含む作業員兼ドライバー6人が残業代合わせておよそ1800万円の支払いを求めて大阪地裁に提訴しました訴状などによると堺は出来高払いの計算方法として引っ越し作業の件数などに応じて変動する業績給というものを採用していますが この計算方法は長時間の時間外労働をしても割増賃金が低く抑えられる仕組みで1ヶ月あたり1人およそ8万円から10万円が支払われなかったとしていますこれ、出来高払いってこうど,どういう仕組みになるんですか。 はいえー、と労働時間に関係がなく、出来高とか成果に応じて支払われるものなんですけれども、うんまあ、よくある営業の方で、契約件数とか契約額に応じてナンパー支払いますというものとか、タクシー運転手の方の売上げのナンパー払いますというような給料のものが、出来高払い、ブライになりますなるほどこれ、はい、法律上のなんか規制とかあるんですか ありますね、えー、と固定給がない完全な出来高払いとか完全の分合は認められないとされていて一定の固定給の支払いをしなければいけないというルールがまず一つあります。あとと 普通の給料との大きな違いっていうのが残業代の計算方法なんですね今回も問題になっている部分なんですけれども、えー、と一般的な、えー、と給料月額いくらみたいなお、えー、給料の支払いの場合残業代の 計算方法って時間単価だから、えー、と通常の時間単価より増えるんですけれども、はい、出来高払いに関しては出来高部分についてあの時間単価かける1.25じゃなくて0.25になるのでそうな,んですなので<ー>えと出来高払い部分についての残業代っていうのは基本的に低くなるという。 形になりますなので、えーと、このような、えー、と堺とかもそうなんですけれどもこのような形の契約にすることによって会社としては残業単価がかなり抑えられるということは言えます。とはいっても実際、この堺に対する訴訟ってもうすでに始まっていて第一次訴訟があるんですけれども出来、うん、高払いという形で定めてはいたんですけれども裁判所はそれを有効なものとして認めませんでした。うんうん、でその えと自分の頑張りによって給料がうあの変わらなかったんですね、基本的に営業の方が決めた単価で給料が払われるだけで自分の頑張りとか作業量ので変わるものじゃなかったのでうん、うん、適法な出,出来高払いじゃないということで、まあ、あのちゃんとした通常の賃,賃金と同じような方法で残業代を計算しなさいということで判決が出ているものがあります。ね、うんえーまあ いろいろまたあるかもしれない中でのまた一つっていうことだと思いますけどちなみにこの原告の勝利で終わりましたっていう場合は、はい、会社から支払われる金額っていうのはどういうふうに算出されるんでしょうかなのでさ先ほど言った通りすごいざっくり言うと基本給とかまあ手当をえ出、ー、す 合算した金額を1か月の所定労働時間で割って1.25かけてどんだけ、えー、と残業したかという時間数をかけてっていう、まあ、通常の給料月額の給料をもらっている方と同じような計算方向で出すことになりますね。なのでかなり先ほど8万から10万足りなかったという形で報道されてましたけれども、うん、それぐらいの金額を請求していくことになるのではないかと思います、うんはい、さあこの後な取り上げてほしいニュースを募集中です。以上今週のニュースもう一本でした 田村ののニュースクラブそそろそろお別れの時間となりました来週は「週刊文春ウーマン」編集長の井崎彩さんとそして立憲民主党の代表選挙を大特集立候補した4人野田芳彦さん枝野幸男さん泉健太さん吉田晴美さんをお迎えいたしますスタジオに4人揃われるっていうは入るかね入るか <laughs> まあ人数はぎゅうぎゅうだろうね入りますよぎゅうぎゅうですね <laughs> すごいね、<laughs> 立憲民主だらけだね、そうですね、<laughs> うん、限られた時間の中で、ね、まあどれぐらいこうお話が聞けるかですよね、盛り上がってないからね、<laughs> うん、立憲民主党の代表選は盛り上がってないからね、うん、なんとか盛り上げたいよね何を考え、どうしようとしてるのか、まあ、改めて、ねはい、伺えればと思います、はい、えこちら船橋のマサジさんです。 えー、今朝11時ごろにヤフーを開いたら驚きました、うん、トップニュースに埼玉産地化を目指す果物ポポーとはという見出しが出ていたんです、えーえー、記事の内容は TBS テレビが昨日夕方に放送した内容を解説するものでしたが放送時期から行って先週のニュースクラブを聞いて <laughs> TBS の関係者がポポー気になるなと思って取り上げた可能性はありますよねって書いてますけどあるねなんかタイミングがおかしいよね,っねだってこの。<laughs> キンキンでポポを扱ったのうちだけでしょそうですねそんな急に TBS さんが独自にポポをやり始めるかね、うん、でちょうど我々このビッグヤードポポ農園さんから送っていただきましたけど、うん、ちょうどここの,ものそこに行ってんだここ、はい、う,<ー>うわまあ誰のもんでもないけどね, <laughs> ねポポは、うん、こあぶねあぶね赤髪パ,パクったよなみたいなのと一緒だからね <laughs> うん、うんうん <laughs> そうそう、うん、ポポは誰のもんでもないし、いね、赤い髪も誰のもんでもない。また来週、さよなら。さよなら。